カラーギャングにチーマー、不良も派閥争いしてて服装もそれぞれで違うんだ。短乱派と長乱派みたいなもんか。全然ちげえや。つうか例えが古いぞ。伊達さんはどっち派だったんだ。バカ、お前そりゃ俺は。新名は社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。行ってみるといいかもな。伊達さんは行かないのか。なあ、俺は本庁から呼び出しがかかっててな。まあ懲戒免職の事例だろう。いいのか伊達さん。気にするな、こっちから手帳投げ返してやるつもりだ。桃源郷の会員証を手に入れるまで遥はここで預かっててやる。手に入れたらここに来てくれ。じゃあな。Now live. Chapters is now deep. Okay, shine. Okay, it's all the way over here. Whoa! Whoa!新名はいるか。ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは、私新名って言います。指名してくれてありがとう。ええ、俺は桐生だ。お飲み物は何になさいます？新名、いきなりですまないが。はい、何でしょう。桃源郷の会員証持ってないか。あなた、なんでそれを。ちょっと会わなきゃならない奴がいるんだ。だがもう時間がない。そうですか。でも私からのお願い受けてくれたらお渡しします。なんだ。私本当は密入国者なんです。それでこの前警察に捕まりそうになって、このままじゃ絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか。はい。
父が日本で作った愛人の子です。わけあって今は私と一緒に暮らしているんです。そうなのか。じゃあ一人でその弟を。桐生さん、人弁士って知ってます？人弁士？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人、偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいるコピー野郎とは違うのか？はい、その人がすごいのは裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。大したもんだな。私ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。キリュウさん、お願い、人弁士に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに人弁士にお願いしに行ってくれないでしょうか？いいだろう、俺もそいつに興味がある。ありがとうございます。本当私嬉しい。で、そいつはどこにいるんだ？七福通りのジュエルってお店へ行ってください。そこの彩香ちゃんが窓口しているみたいです。わかった。Okay, I have to go to school on CG4. お客さん、どうです？遊んでいきませんか？おお！調子いいんだじゃないな。彩香はいるか？いらっしゃいませ。お客様、彩香さんですね。彩香さん、ご指名入りました。こんばんは、彩香です。ご指名ありがとう。今日はどっかで飲んできたの？いや、今日はちょっと聞きたいことがあってきたんだが。人弁士ってやつ知らないか？え？何それ？社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。あ、それ新しいお笑い芸人？おめえ本当に知らねえのか？わかった、新しい詐欺師でしょ。違う？もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいかしら？邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの？お兄さん、これからが楽しみなのに。お客さん、もうお帰り？ああ、感情を頼む。彩香が何か失礼でも？いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。すまんな。またいらしてくださいね。ここか？ああ、あのオカマ野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。
goes. Fine. いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁士って野郎はどこにいる。彩香ちゃん早く。はい。Go ahead. ようやく本性を表しやがったか。第三公園がいつもの取引場所だ。おそらくそこに逃げ込んだな。あいつら切り刻んでやる。Public Park 3. Yep, there it is. Cutscene. 観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポート横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いがお前らに用はね。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待て。こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ。Taking screenshot. Nick Flower Triad. Mm-hmm.
助かったわ。あなた、人弁士に頼み事があって来たんでしょ？ああ。本当は、騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。神明に、偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。わかったわ。ママ、お願いしていいよね？まさか。その通りよ。さっきのお店で待ってます。Maximum health by a lot. Quick step distance, boost attack damage.
maximum boost. Oh, I don't have enough XP. Right, first I should go to a little store. いらっしゃいませ。ありがとう。OK。はい、これがお望みの品よ。これを神明に届けてあげて。キリュウさん、あなたのことは知ってます。風間さん撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね。記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ私たちはこれで。She forged an entire person. Where do I go next? Back to Shine.Then it's a long change from night to day. Just a second.
ほらよ。ありがとう。ありがとう。これで弟と一緒に暮らせる。じゃあ、桃源郷の会員証を渡してもらおうか。どうした？ごめんなさい、キリュウさん。実は、ある人に譲ってしまったんです。何？騙すつもりはなかったんです。本当です。信じてください。誰だ？譲った相手ってのは。水野さんって人です。昔、少しだけ一緒に暮らしたことがあるんです。いつも優しくしてくれる俺に桃源郷の会員証を譲ったんです。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。彼は七福通りにある MEP という案内所にいると思います。これはお詫びです。何かの役に立ててください。では、私はこれで。ありがとう、キリュウさん。一緒に楽しいとこ行くね。待てよてめえ。そこまで。顔がムカつくんだよ。目障り。この街の夜なら私にお任せください。いろいろご案内しますよ。お前、水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。神明？なんであなたが神明を？ちょっと訳があってな。桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですが、お譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。わかりました。では譲りましょう。私と神明の出会いのきっかけとなった品です。どうぞ大切にしてください。ああ、
あ、今度また神明に会ったら。いえ、何でもないです。気にしないでください。では。ちょっと待て、あのさ兄ちゃん、俺らに金貸してくんね。すみません、勘弁してください。Now, can you disconnect us from you? Simply because I'm watching your voice. Take 10 more than usual.I know what you think, so you're not going to be in big trouble. Don't even try to complain. You tried an attack in Tony Park, talk driving and everything. It's cool, but don't dawdle. Get an attack right away. Everyone's safe. Still time for Shimbala opens. Maybe we'll take management's advice. You guys start at 6. Yeah, come on. Okay, right? Nobody. Hop in. Hey, you wanna kill you? So you can shake off those guys? Not exactly. Can't shake them off soon enough. I'm going to go to my family member. Oh. 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 Oops, I
You're not gonna check out Majima? ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。分かった、遥行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。この町はややこしい事情が絡み合ってるからな。しかし桃源郷とはよく名付けたもんだ。どういうこと？桃源郷っていうのは簡単にたどり着けない楽園の名前だ。そうなんだ。でも楽園なら風間さんって人もきっと無事だ。ああそうだな。桃源郷、ここか。桃源郷、桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞいらっしゃいませ。あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない、いいよな。かしこまりました。Find a Kemi。すごく広いところだね。ああ、ここなら風間のおやさんもかくまえる、信じない。おじさん、手分けして探そうか。いや、お前が一人でうろうろしてたら客も驚いちまう。はぐれないようについてこい。分かった。Let's see. And Kemi. Find
Oh, I can enter here. Oh. おじさん。そうみたいだな。いらっしゃいませ。あけみです。桐生だ。シンジから聞いてないか。桐生？あなたが？ああ。それじゃあ、しんちゃんはもう…そう。最後に会った時、から言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が、急に真剣な顔してね。そっか。しんちゃん、死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人、急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？あ？聞かせるや。おじさん、何なの？な、何が起こったの？Oh!
探したで。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どや、俺の女にならんか。どやね。 嫌です。私、他に好きな人が。ごめんなさい。真島、やめろ。 そうか、正直な子や。え、それで、ほれ、ここ危ないで。 早う行き。<笑>読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色うかがったりせんと、俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。 그거 마지막.
Get up. ついね、お前が、あの女がアケミか、辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の不当だ。大海連合の寺田って男がかくまっているらしい。大海連合だと。なんで奴らが風間を。わからんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。
行くんだろう、キリュウ。芝浦に。ああ。大海連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備できたら。 OK。 I have a lot of...XP.芝浦に行く準備はできたのか。そうか。セーフ。トロフィー、アッシュスとアッシュス。Chapter 12, Reunited. Find Kazuma.あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人、ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。五代目近江連合、テーラーだと申します。近江連合がなぜ風間のおやさんを。桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、カズマ。おやさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男は、もともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで、東条会に探りを入れてもらってた。特に、錦山をな。なあ、カズマ。これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。え、由美は水木なんだ。お前たちが水木だと思って探してた女は由美だったんだ。どういうことです。水木は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ遥の母親っていうのは
ユミだ。その子は正真正銘ユミの子なんだ。ユミお姉ちゃんが私のお母さん。わさ、ユミの相手、いや、ハルカの父親は神宮恭平だ。神宮、あの MIA の。9年前の写真だ。ユミが抱きかかえているのはハルカ、横に写っているのが神宮だ。ユミが事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい。事件の翌日、ユミは何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐにユミを手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。うん？雷。どうした？わからない、わからないけど。俺はその時わかったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山にはユミの存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。でも、ユミはなんで神宮なんかと。神宮は世良と深いつながりがあって、よく東城会に出入りしていた。その時偶然ユミに出会ったんだ。神宮と会長が。政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮はユミに出会い恋をした。そして記憶を失っていたユミは心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると、ユミの幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そしてユミは神宮の子を産んだ。それがハルカだ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかったユミは自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後ユミとハルカは俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、セラに神宮から緊急の電話が入ったんだ。セラ、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ。いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は。いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ。死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、ユミとハルカの件で揺すろうとしてきたらしい。セラは記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするために、あと二人始末してほしいんだ。お前もしかし
セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。チング。何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろう。幸か不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻したんだよ。ユミとハルカ、ジング、なんて野郎だ。俺はセラを説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ。俺とセラはハルカをひまわりに入れ、弓を水木へと変身させた。人弁し偽造屋を雇い弓の顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でもおやさん、なんで弓は登場界の100億を盗んだんですか。あれは登場界の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中がここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。Sound like an explosion. キリュウさん、甲板から来る奴らを止めてくれ。風間さんとハルカちゃんは俺が責任を持って逃がす。Okay. 島の目、無茶しやがる。おじさん、怖いよ。Mono family.Hurry!
そう。少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。お、風間。コソコソしやがって。しまぬ。寺田はん、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろてましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ柏木。へへ。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ぶらしたるわ。ぶたしし、まだ。I should just take my inventory. Yeah!
これまでだ、シマノ。救急車。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は東城会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ。カズマ、由美が危ねえ。アレス、アレスに由美か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東城会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東城会の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に
謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した子供のための施設。いいんだいいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の本当の親父でした。Save. Alright. Trophy. Legend never die. Chapter. Oh, finale. The end of battle.伊達さん、無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前これからどうするんだ。アレスに向かう。ユミがいるかもしれないんだ。何？そっか。まあ今はあまり時間がない。話は後で聞こう。それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。なんだと？どういうことだ。まあ、いろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。和樹や優也に頼んで集めておいてもらったんだ。必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。分かった、感謝する伊達さん。ああ、じゃあまた。But went all down to forming a resist guard in heat mode. Under panic mode, you want to coil.That's an issue. It's on. I don't think it's got you. I can't do this weapon. Read your hand. I'm on you. Be ready, kill you. That's all. Oh! キリュウさん、こっちです。ああ、最後まで世話になっちまってすまないな。そんなことはいいですから。何かと必要だと思って、これ
ホスト仲間からの気持ちです。300,000 yen。 そうか、すまないな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。おじさん、はや、もう準備は整いましたか？ああ、もう分かりました。月並みなことしか言え。ああ、分かった。なんだか外の様子がいつもと少し違う感じがします。気をつけてください。
まあ、お、と、ボン。Let's see. I guess this is a blocked scene. Okay. Okay, need a screenshot. No. Mob. Mm-hmm.
银棒。Do do 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 do
Get the scan. Go this way. Yumi. Mm-hmm.
Thank you.
Oh, he's the fourth chairman. Oh, me and Lions. Jingu. Oh. Oh.
Yep, get up. Hmm.
ほう。Got him. Kyo Nishikiyama.
Ooh. Ooh. Oh. Oh. Do 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 do. Oh. Oh. Two. Three. Oh. Hmm. Do 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 do. Upgrade ability. Ooh. Do 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 do. Oh. Go here. Oh.
Oh.
錦木。That's a big explosion.
Okay. One home. Make the credits go faster. No. Mm-hmm.
That's a lot of corporations and the credits. And do
Trophy earned, thank you. Play time 14 hours, 52 minutes, 71 tree bells, much better everywhere rank F, completion 19%. Just like new pageant difficulty unlocked. Save game. Okay, game. Use new mode. No. Return title screen. Be it for today. Bye.